坪井のですクリオネブルドックさんのお便りですけれども、うん、中日新聞の一面に載ってましたですがね、はい、センター試験廃止、広がる戸惑いというようなね、はいはい、書き出しらしいんですよ。先日のいうことですね、私は子供がいないんですが、なんか、年2、3回、えー、達成度テストを実施すると。 いうことで、うん、ひょっとしてあの、試験回数を増やしてその費用を絞り取るつもりなんでしょうかね。<laughs> なんだか、なんだか不思議な対策に、まあ、必ずこの理由があるのでね、その裏を読んでしまいますね、ということですが、まあ、あの、普通の発表の、 全員でというか、あの、正式の受け取り方をすると、はい、一発勝負の、そういったところで人生を決めてしまって、若い人たちの人生、それでいいだろうかと。あの、本番の一発勝負の時は、ちょっとこうね、うん、ドキドキ緊張しがちで弱いんだけど、うん、本当は普段はもうちょっと能力のある子なんだけどなみたいな、子もちゃんと評価できるようにいうことらしいんですけどねうん、うんはい。そういうシステムを作っていったらどうだろうか、というのが、まあ、趣旨なんですけどもね。うんはい、まあ、あの、お金の問題なんかは、<laughs> わかりませんけれども、ただやっぱこの、あの、年数回っていうのも逆に言うと、いろんなその学校生活の部活動とかそういったものとの兼ね合いでいくと、ちょっと大変なんじゃないのとか、うん、まあそういった、あと、なんか2段階で、あの、難しいのと、もうちょっと簡単なのと2段階のテストを作って、そこでこう、選ぶみたいなことも検討されてるみたいで。でそうすると、なんかこう、生徒がもう早い段階から、 こうできること、できないことって序列ができちゃうんじゃないかとか、そういったちょっと心配はあるみたいですが、まだしっかりとそのどうするということが決まっていないので、うんうん、その辺のとと、いろいろこう話し合いの中で、こうどうだ、こうだいう話みたいですねこれあの、費用も、受験料って結構しますもんね、な,なんでこんなにするんじゃ <laughs> <laughs>、はいまあそこ、お金をね、取るのか取らないのか,かペロペロの紙こんだけ来るだけなのになとかね、うん、かねいろいろあの、うん、なんで高いんやとたら、もちろん添削したり、いろいろ作成したり、いろいろ、まあ、はい、費用はかかるのは分かってます、ね けれどもやらちょっと高いなと思うようなことがあるからかこの人のように試験回数増やしたらえらいまた事件量が増えるやんかというなのもありますがこれは受ける方の立場でしょうけれどもある関係者なんかじゃこういう問題作成やら何やらいうのにかかる手間はどこの部署でどういう人たちが、ね、今度携わっていくんだろうということもこれはね非常にまたあの実施する側 提案は提案として、うん、でも実際にこれを運,用運営していくときに、これ、ちゃんとできるかなという不安もあるらしいですね、うん、あとあの、まあ、その日頃の能力みたいなものはね、それこそあの中間とか期末テスト、まあ、それだけでも結構いろいろね、うん、あの生徒、学生さんっていろいろテストを受けてますあの辺のところ、内申点とかね、うん、そういうところで推し量ってる部分が今はあるわけで、うん、そことの兼ね合いとかはどうしていくのかなとか。うんえー かりあのうちね、うん、ちょうど上の娘は中3で、<う>今こういうこと話し合われてってことは、なんかドンピシャ世代になりそうで、うん、心配で心配で、どうなるの、もうど分,かる分かったからどうなるかはっきりしてくれって叫びたけてありますが、うん。あのね、本当に年代によってはですね、はいええ、ね、センター試験を受けたりとか、はい、いろいろこう、システムの受けたのが違うじゃないですか、はいそう、昔ながらでありましたらね、アドバイスもできるんですけど、ねうん、さんはどんなん 僕ら普通の大学って受けるだけですよ。共通一時ではなくて共通一時もっと前やあ、そうなのはいはい。だから、あの、親としてのアドバイスというのはちょっと難しにくいなという。より専門家、だからあの、受験のね、予備校とかなんか、より専門化してですね、アドバイスはピシッと来るということにもなってくるでしょうまあでもね、子供たちがね、より、 あのいい形でこ、はい、うやって受験できる環境にしてもらえるのがいいのでよく,よく言われるのが、うん、あのやっぱり入るのは簡単で出るの難しいしてほしいなというのも外国なんかはそうでありますもんね、はい、そんなようなのもちょっと考慮してもらえたらなと思ったりもいろいろするわけでございます。はい